はい、どうも、メンヘラおじさんです。夜に一本動画を撮りますというところでございました。まあ、今日も一日お疲れ様でしたというようなところでございます。特にダブルスコープに関してはですね、なんとか値がつきましたと。で、しかも、昨日の PTS で購入した方は結局良かったっすねっていう話なんですけども、まあ、本当に無茶苦茶な動き方をしてたので、疲れたと思います。はい。高値1700円ぐらいまでいったかな。1450ぐらいで値がついて、高値1700何歩つけて、で、1500円というところで、で、出来高も1500億以上はありましたよね、というようなところでございまして、とんでもない取引高になりましたと。まあもちろんそれは、ストップ3回もしてたらですね、それはそんだけ、言うたらまあ、決済もしたいわな、というところでもございますろうし、というようなところです。で、まあ、おじさんもまあ見てるだけだったんですけれども、あれはなかなかしんどい相場だな、というふうに思ったでございます。はい。で、まあ、一旦落ち着いてですね、3連休をゆっくりされたらいかがでしょうか、というところでございます。ツイッターでやっぱり見てるとですね、今まで気づいたお金以上に、マイナスが来てですね、で、まあ、どないしましょうっていうような話、は、結構見かけるところでございます。まあ、中には、今あるお金でなんとかなった方もいらっしゃいますけれども、どうしようかっていう方もいらっしゃるので、そこのところも含めてね、気持ちを落ち着けるっていうことは大事だと思ってますし、この経験を、糧にできるかどうかっていうのは、まあ、これから次第、だと思ってますし、というようなところだと思います。まあ、各言う私も、言うたら家庭にできてなかったりする部分ってめちゃあるので、言うたらまあ、債務整理してからもですね、数百万儲けたけども数百万損するっていうようなことがあったので、そこのところはまあ、まだ、なかなか難しいところやなと思いながらですね、やってるところなんですけども、はい。それがまあ、経験したおじさんからも言えることかなというところでございます。で、メディネットなんですけども、まあ、今日、プラス2円引けということでですね、なんとか、まあ、やってますというところです。まだ、なんか、こう、大きいニュースとかも出てないのでですね、まあ、どないしようかなというところではあるんですけども、一旦85円で購入した分が3300株なので、とりあえず、今、プラス圏でいるのでですね、まあ、とりあえず放置かなというようなところでございます。はい。っていうようなところで、まあ、ダブルスコープ、メディネットについて、まあ、軽くさらっとお話したというところでございます。あと、まあ、そのダブルスコープのおかげ、なのか、どうかわからないですけども、登録者数がですね、750人突破して、今763かな、まで、増えることができました。で、まあ、まだ、1000人まではもう少しというところなんですけれども、まあ、なんだろうね、収益化のための、必要な、登録者数を一応4分の3超えたということでですね、改めてちょっとご報告させてもらいたいのと、まあ、今後ともよろしくお願いしますというところ。あと、まあ、新たに増えた方に対して言いたいのは、まあ、本当に、iPhone で適当に撮ってですね、喋りたいこと喋るというような感じでやっていますので、ただ、いろんな経験値は、多少なりとも、あると思いますし、まあ、1000本以上動画撮ってきてですね、一応30万再生ぐらいはあるので、ニーズがゼロではないと思ってるんですよ。で、まあ、その中でですね、まあ、皆さんに引っかかるものがあれば、これ幸いというところなんですけども、まあ、引っかかりのないもの、あるいはその、メタこういうことについて話してほしいということがあればですね、ぜひコメントで、いただければと思ってございます。おじさん自身は、撮るのは全然、苦じゃないのでですね、そういう形で、まあ、やり取りしながらですね、まあ、やっていければなと思ってございます。まだまだ言うて、760といったところでですね、その、1万人とか10万人、いるユーチューバーに比べたらまだまだ身近な存在だと僕自身は思ってますので、そういう形でまあ連絡をですね密に取りながら、チャンネル運営させてもらえたらなと思ってますのでよろしくお願いいたします。以上です。